大丈夫だよ、普通に喋って大丈夫だよ。しーちゃん上にね、音楽聴いて漫画読んでるから。またまた、またまた。ドッキリですか？そう。ドッキリ。はい。はい、何のドッキリですか？またのり。またのり。確かに。皆さん、昔ね、1年ぐらい前かな、笛木のりをでドッキリしたの覚えてますか？見ていただきましたか？知らない。知らない。笛木のりじゃなくて、中本当はプリンが入ってるんだけど、リミちゃんが海苔を食べちゃったっていうドッキリをしました。はい、それが大好評だったので、今このアラビックヤマトっていう海苔が中に蜂蜜が入ってるのがもう先行では売られてて、6月になんか一般販売もあるらしいんですけど、ちょっとしほりみきはまだ手に入らないのでこちら蜂蜜にしちゃいました。はい、蜂蜜を入れて作っちゃいました。作っちゃいました。でもね、こちら本当にね、ちゃんと綺麗に洗って消毒もして、はい、で中身りみちゃん蜂蜜なんですこれ。はい、はい、まあ一応ね安全にしてあるから、うん、別に食べれるんだけど、嫌だったらパクって加えるだけでも全然しーちゃんびっくりすると思うんで、うん、できますか？パパは飲み干しちゃうけどね。パパ飲んでじゃん。なんでよ。パンにつけるこれ飲み物じゃない。これ飲み物じゃないですよ。飲み物じゃないから、ね、海苔つけよう。海苔で中身は蜂蜜です。皆さんいいですか？これは海苔じゃなくて中身は蜂蜜ですよ皆さん。これでしーちゃんにドッキリをしたいと思います。これです。これ皆さん使ったこと絶対あると思います。これもアラビックヤマト有名な海苔ですね。はい、はい、定番の海苔。定番の海苔でございます。じゃあ早速やってみますか。はい、そうですね。で今回もある撮影をここでちょっとしほりみんとやって、でそれが終わった後、カメラを切らないでそのままねカメラをつけっぱなしにして、まあ、もちろん内緒なんですけど、でその後リミは何をする予定ですか？お友達にお手紙。そうだね、リミの誕生日にね、お友達がお手紙をくれたので、で今度お友達がすぐ誕生日があるから、そのお友達にお誕生日のお手紙を、おめでとうのお手紙をリミちゃんは書きたいと思います。そこでこれが使えますね。はい、封筒に糊をつけるときに使えますね。ねえねえ、いいですか？はいはい、じゃあいいですかリミちゃん。はい、だいたいわかった？はい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 、じゃあもうやっちゃうよ。いいですか？はいはい、じゃあバイ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 。それではバイ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 、グッバイシュイクシュオンバイガー。はい、オッケー。いいのかわいい、いいのかわいい。よっしゃ、カメラを買ったし、だってもう撮影終わり。うん、今日はもう撮影終わり。漫画読んでいい？いいよ。パパもお腹空いてきちゃった。リミは手紙、手紙書く？書いて。これ両方よいしょ。誰に書くの？誕生日。誕生日、うん、どう？手紙ね、ンプトンプトン。何これ、知らない。買いすぎてない、超いっぱいある。はいよいよいしょ。今日白黒おとなしいね。ペンペン。できた？あ、いいじゃん。いいや。いいじゃん。ピタピタ。白んだ。白ん。ピタ。
塗ってみる。うん、おいしい。つかない。こう。つかない。うん、ついた。取れそう。これほら乾いたら作るか。ペン。あ、かくね。でもなんか月がちょっと悪いかな。ね。ん？海苔？海苔に興味津々。海苔？海苔美味しいのか。ダメよちろん。海苔だから。食べたい。これはね。あ、ついちゃった。あ、ついちゃった。全然乾かないね。いろん食べちゃいけませんよ。でもほっとけば乾くかな。さっきバター塗る？うん。これバターナイフじゃなくてスプーン。バターナイフスプーンがあるんだけど。スプーン。かわいい。かわいい。アルミンかわいいよね。アルミンかわいいね。なんで笑ってんの？ちょっと待って。何が？なんで笑ってんの？え？食べる。いただきます。ピーちゃんいらないんだよね。うん、私いらない。うん、なんで笑ってんの？うん、なんで笑ってんの？食べたい。何やってんの？頑張れ。意味が。どうしたの？え、もう手紙書き終わったんだ。うん。見てこれ。ん？すっごいベタベタしてるんだけど。そう、なんか海苔の付けが悪いんだって。なかなか乾かないの、それ。不良品かな。不良品。これ、この海苔でも新しいよね。うん、色に似てる。やばい、色の色に似てる。ママ、ティッシュ。シロンが、シロンが海苔に。シロンも大丈夫かな。うん。おいしい。あれパパ間違えちゃった。蜂蜜だと思ったのに。蜂蜜ないじゃん、そこに。なんか出が悪いからこうやってモコミチみたいにしてたんだけど。あれ海苔ちょっと意味これやばくない？デブリの海苔だよね。なんかニュルニュルする。え、大丈夫？今すぐ病院行く。でも、美味しい。海苔って美味しいもの？食べれるんだろう。今日、あれじゃない。子供が食べても安全だから。あ、子供じゃないよ。大人も安全。大人は危険。間違える。大人は危険。ちーちゃんもやってみる。いや、こうやって。いや、ガクル食べる。いらない。いらない。そう、美味しいのこれ。うん。そう。みんな美味しいこれ。美味しいよ。今の海苔ってすごいね。ひーちゃんもカフェ飲む。ガブ飲め。ガブ飲め。え、今の時代で海苔を飲むような時代だったっけ？初めて食べた。そんな時代じゃない。海苔が垂れちゃった。ミミ。あ、ちょっと。ミミ？濃いね。濃い。で、で、あ、どっちがいいのか。で、どうする、しーちゃん？こっち。
ミミとパパ大丈夫？ちろん垂れた。大丈夫二人とも。あ、でも食べてないから。ねえ、しーちゃん。しーちゃんがドン引きしてる。これが現実よ。これが現実なんだ。毎日言ってる。チロが乗り踏んじゃう。危ない。危ない。待って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 。どうした？ん？どうした？ミミ蜂蜜なんだけど。待って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 。蜂蜜の香りの海苔なんてある？嘘。そう。蜂蜜だけどこれ。しょうちゃんまで洗脳されちゃった？やめちゃう。ミミが白いで白いで。じゃあもうバレちゃったね。え、何が？じゃあ、リミ正解言う。おきれい、おいしい、こーけーあーえっと、そっかな中身は蜂蜜でした。なるほど、なるほどそっか。でも、すごい本物の海苔だよね。本物だよ、これ完全に。普通にもう、もう一回みんなにも見せてあげましょう。え、すごいね、すごいよね。誰が作ったの？これ、本当に海苔みたいです。ちゃんとね、あの封筒がつくんで。そうなの？ついてるでしょ。封筒がついてる、うん、あ、じゃあつくんだ、結局、うん、へえ。ということで、え、カメラは？カメラはですね、先ほどの撮影終わりから止めないでおいております。なのでこのカメラ、さっき使ってたこのカメラが回っております。私前回もなんか植木のりでさ、こんなことなかったっけ？あった、1年ぐらい前に毎年引っかかる。毎年じゃあ来年もあるのかな。えいちゃんもこれはちょっと閉めちゃっていいんですか？はい、はい、ということで今回ですね、私がドッキリに見事かかりました。はーい、ということで私もこれからドッキリをすぐにね、ドッキリをすぐにね、分かるようにちょっと分かるように、ね、ちょっと頑張りたいと思います。今度仕掛けたら、あ、そうだね、今度仕掛け人をやりたい、今度リミちゃんドッキリしようか。バーン、頑張りたい。なんか考えよう、はい、うん、考えないで考えないでそれは、はい、バイバーイ。ブーブーしてる。今日2回目、ね、今日2回目、さっきも同じ撮った。めっちゃめっちゃオマガー。バイバーイ。バイバーイ。